翡翠小太郎の名言ラジオセラピー。はい、翡翠小太郎です。アシスタントの知恵です。伊藤直子です。そして今日は先週に引き続き福岡からいらっしゃいました魂に寄り添うコーチング田中真一さんと、さらにスペシャルゲスト桜松つゆきさんが来てくれてます。田中真一です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、桜松でございます。久しぶりですね、桜庭さん、はい、俺も会いたかったんだよねなんか桜庭さんちょっとぽっちゃり系ですよね、最近攻めてます？食べてばっかりいや、ステイホームも全くしてなかったですけどね、うん、YouTuber としてね、今大活躍中です。大活躍だね、運の研究でね、本も増刷順調にかかってね、うん、そうですね、4釣りです ね、素晴らしいですね。ちょっと桜庭さん呼んだのはね、この田中さんをね、はい、こう西の翡翠小太郎を、引っ張りだこにしたい作戦なんですよ。なんかエネルギーがね、うん、すごい優しいエネルギーで、なんかね、やっぱりさすが、まあ、僕はねライオンみたいだからね田中さんの魅力は前回迫ったんですが、はい、田中さんはそのコーチングをですね、はい、魂に寄り添うコーチングっていうのをやってですね、で桜庭さん今そのもう右肩上がりじゃないですか。本当ですか？そう見えるんですか？その右肩上がりの桜庭さんを、はい、今回ね田中さんが魂のコーチングでちょっと寄り添ってですね、はい、さらなる次のステージにっていうちょっといい、ね、あの田中さんの本職の方のですね、うん、ダウン症のね息子さんからいろんなことを教わって、はい、その愛に目覚めていくっていうところを前回は迫ったんですが、ですね、うん、今回はその本職の方としてやってるコーチングのですね、田中さんと桜庭さんのですね、田中さんがどのように魂に寄り添っていくのかっていうところも見たいし、桜庭さんは叩いた分だけ伸びる男ですから、はい、もう引き出してほしいです。いや、でもすごい体格がなんかもうマッチョでかっこいいですよね、うん、まあうん、もっと言って、まあ、人が本当ですよ足りない、 いやいやほんすごいです。ありがとうございます。いや私もですね、はい、今割と痩せてるんですけど、はい、10年前ぐらいまでは今で10キロぐらい体重多くて、はい、でそれは筋肉体重だったんですよ。筋肉体重だったんですか？筋肉体重で、で筋肉ってそんなに落ちるもんなんですねもうすぐ落ちるよ。すぐ落ちるんですか？ベジタリアンになったんですよ、うん、肉とかさ食べなくなって菜食にして、うん、今1日1食とかにしてるんで、うん、菜食1日1食、はい、そうするとだんだん自然と痩せてきました、うん、筋トレよりもむしろこうストレッチとかインナーマッスルとかを重視するんだったんですけど、うん、でもそういうのはすごく好きなんですよ、うん、プロレスとか格闘技も大好きで、うん、大好き。埼玉スーパーアリーナとか大晦日来たりしてましたから、はい、かっこいいなと思うんですよ。憧れちゃう、はい、なんか本とかうんこがついた便器を現れてるんですよねすごいよ、すごい、聞こえます。なんかもういや、うんこがついてる便器というかうんこがついてる便器というか、まあ、うんこに便器がついてるんですよ。うんこに便器がついてる、逆なんですよね。だからそこのところはやっぱ僕はね、でも田中さんにコーチングしていきたいんですよはいはいはい、はい、まあ、そういうところからやっぱりいや、私ちょっとそういう桜庭さんの本読んで、読んでくれたんですか？あのこの中にも入ってますよ。本当ですか？それちょっとやろうかなと思ったけど、うん、あでもそれはもうさすがにできんな、私はちょっとやっぱできなかったですね、うん、まあいいですよ田中さんやらなくて、はいはい、でもそれをこうなんか本当にこう捨ててグッてやってるって、もうどうなったらそうなるんだろうっていうのはちょっとこうもうすごいなしかちょっと思いなくていやいや何も考えずに突っ込めばいいだけなんでね、はい、そうですか、はい、もう別にそれはね、まあ、それはもう僕らはもう清官さんの弟子だからね。そうですね、それはもうやっぱりそれやっていかないと、やっぱりまず翡翠先生に怒られるんでね。なるほどなるほど。まず僕はいつも先生の顔色を伺ってたんでね。ああそうですか、はい、お前トイレ突っ込んでんだろうなっていう、まずこの一言から入りますんでね。そうですか、もう大概聞き流しと言ってくれば。いやでもね、でもね、いや今ちょっと私思ったんですけど、うんうんうん、私やっぱうんこが汚いっていう先入観がすごい強くあるなっていうの気づいて、まさかこの短時間でそこを反省してたんですか？そうですね、やっぱすごい思い込みだいぶ減ったと思ったんですけど、今改めて思い込みの塊だなと思いました。うん、それはもう今そこにトイレありますから行ってみたらいいんじゃないですかね。そうですよね、うん、やっぱね、はい、あのね、こういう話をしててね、はい、本当にその場で素手を突っ込みに行った人って本当にその後奇跡がすぐに起きてるっていうね、これが面白いんですよね。あそこはですね、さっきちょっと綺麗ですよ、僕掃除してきましたから今。あ、そうですか、はい、すごい綺麗ですよ。その前に行ったんですけど、すでに綺麗です。はい、綺麗ですね、はい、だから誰かがそうやって、ね、そうやってね
だから多分素手で躊躇なくできます。はい。そうね、掃除、うん、あそこね、掃除の当番の表があるけども、あそこに翡翠ってちゃんと書いてあった。そうです。うん。あ、結構アピールするんだなと思って。積極的に俺はやってるぜっていうのを書くんだなと思ってね、その辺ちょっとびっくりしたんですけどもね、先生ね。でもそれは書かれた方がいいです。翡翠さんぐらいの方だったら書かれた方がいいです。僕はどうリアクションすればいいですか、これは。これはどうリアクションすればいいですか。でも翡翠さんが掃除しもう素手でトイレ掃除してるなって思った瞬間にそれ見た人は自分もやろうって思いますからね。そうですね。だからすごいプラスの効果世の中にこう。そうだからこれ四季の駅じゃないですか、ここ場所が四季ってとこですけど、はい、四季のトイレ行ってみてください。みんな壁に翡翠って落書きしてありますなるほどなるほど、翡翠って書いてある、そのなるほどなるほど、あの正しいという字が何個も書いてありますから、うん、だから先生のアピール感ってやっぱすごいんですよねなるほど、僕はそういうところ結構学ばせていただいてるんですよねそうですよね、はい、やっぱこうやって承認欲求を見ねこうトイレでね、トイレでね、やっぱりね、あ、先生頑張ってんだなっていう、いや承認欲求かもしれませんけど、はい、それよりもやっぱこの世界に愛を広げたいっていう思いの方が、そうなんですよ。だから僕は最近いつも言ってるんですけど、はい、イコールラブなんですよ。そうですよね、うん、どっかで聞きました、イコールラブですよ、素晴らしい、はい、先生も回収してなんかね、だから僕もいつもね持ち歩くマライアとかにも全部シール貼ってます、あ、キャリーとかに貼ってますよ、いつも。本当ですか。はい、マライアとかに拾ってあげてください。拾ってよ先生先生拾ってくれるかな。こんなさ、セブンイレブンのコーヒー飲んでる場合じゃないんだよ先生。田中さんね、はい、マジ目の話なんですけどね、あ、はいはい、桜庭さんってこうやって常に人を笑わせて全力なんですよ、はい、だけど実はすごく心の奥にものすごく優しくって小さなガラスのハートが見えるんです私、はい、それをね女性人はねなんかね、はい、こうキュンってなっちゃう人がいて、こう常に燃えてるんだけど、はい、なんかふと哀愁、はい、よろしく哀愁みたいな、はい、キュンキュンさせてるんですよ一部で。もうちいちゃんも気をつけた方がいいよ。本当にそうですか。ちいちゃんもちょっとこの後ご飯行こう。これにね、一部女子は騙され、あ、騙されたら、僕は騙したことはないですよ。騙されたことはありますけど、勘違いして、私が何とかしてあげなきゃみたいになっちゃうんですよね。そうだからね、引きずり込まれるんですよ。そこをね、何の相談なのかって、まあ、桜庭さんにとって素敵な女性が周りにいることがやっぱり大事だなと私は思ってるんですけどね、はい、お寂しい部分を見えるの、ちょっと。そうなんですか、勝手に、うん、だから どのお寂しい部分をそう、なんか心の中に何かすごく寂しさを時に感じる時がある。まあ僕はいつもね、うんうん、寂しい熱帯魚ですからウィンクね、あカボンウェーブね、うん、すごいですね、その瞬間に気づくっていうのは私はもう数秒かかりました。あー本当ですか、ついてきてください、はい、僕の世界観についてきてください。田中さんから見て、はい、桜庭さんの魂ってどんな風に映ってるんですかね、はい、人のこう魂が見えるとかじゃない、うん、なくて、うん、そこにこう寄り添うっていう気持ちでやってるっていうことなんですけども、でもですね、話になるかもしれませんけど、はい、全て愛なんですよ、うん、そこからスタートするんですねいや、わ、分からないですけど、うん、いやすごくなんかもう素晴らしい方にしかちょっと私には見えないんですけども、うんうん、でも仮にそういうとこがあったとしても、うん、それはこう周りにやっぱり何かを気づかせてくれたりとか、うん、まあ、そのためにやってるんだろうなとしかちょっと思えないんで、うん、もう全然それでみんな幸せになるんじゃないかなしかちょっとないですね、うん、幸せの形をやっぱり多分そのすごいバリバリのこうオーラも出してるし、うんうん、そういうちょっとこうキュンとさせるようなオーラもやっぱりあるっていうことがやっぱり桜庭さんそのものなん で、うん、でそれがこうそれがやっぱり桜庭さんです、それが素晴らしい、全需要コーチングですね、全需要コーチング、あ、すべてありがとうございます、全需要、本当にありがとうございます、うん、安心するね、何出してもいい、福岡までセッション受けに行きますよありがとうございます。個人コーチングみたいのもやってらっしゃるんですか。やってますよ、そうですね、前からやってますよ、やってる、はい、はい、やってる、もう、もうホームページチェックしてきましたから田中さんの、桜庭さんがやってるかと思いました、なんかあまりに返事が早いですね、すべてが、うん、あ、そうそう、ちょっと早いの、数秒遅れてしまいますね、うん、やっぱ頭の回転が早いんでしょうね、そうですね、まあ、IQ の高さがちょっと出ちゃうんですよね。そうですね、はい、この辺いつも先生に怒られるところなんですよねうん、この速さと、まあ、でも時代の速さのとなんかこうゆっくりスモールにシンプルにこうスローに生きていきたい、この今調和の時代じゃないですか、うん、 そうですね、はい、それにすごいねこう渦に飲まれてる
あここは早くしたい、ここはゆっくりしたいって。だからこう桜庭さんと筆者のテンポ、そう。それを先生失笑感で僕を見つめるのやめてもらっていいですか。もうその下げすんだ目が僕を傷つけるんですよ先生。二人はね、傷つけられるんですか。傷つけられますね。僕はもうガラスのハートですから。そうですか。はい。ご自分でもそうしたら、ね、はい、もう粉々ですよ今。そうですか。はい。下げすんでなくて面白い人だなと思って見てるだけですよ。下げすんで。もう知恵知恵何でも来いよ。いいですか。いいよ。何でも来い。桜庭さんといえば今やあの YouTube チャンネルで、うん、うんこチャンネル。よく知ってるね、はい。見たことあるの。もちろんです。へえ。人気です。みんな知ってます。知ってますね。いや最近ね本当にあの街で声かけられるようになってしまって。本当に悪いことできないなって思うんですよ。しかも僕絶対マスクしないから、うん、だからね、なんか本当にもうしょっちゅう声かけられるんですよ。本当に恥ずかしいですよ本当に。なんて声かけられるんですか。いやもう人によって違うんですけど、うん、あの YouTube いつも見てますとか、まあ桜庭さんですかとか大王ですかとか、うん、大王ですね、まあ、いろんな言われ方ありますね、うん。この間も恥ずかしかったですよ。とあるね、あのとある授業、僕今ちょっととあるところに通ってて勉強させていただいてるんですけど、うん、そこでね隣に座った人から、うん、隣に座ったおばちゃんから突然ね、うんうん、小さな声で、授業中だよ、僕ちょっと遅れて行ったから、うん、隣に座った瞬間で小さな声で、うん、YouTube 見てますよ。可愛いですね。隣からこっそり知らないおばちゃんが、ああそうですか、ありがとうございますって言って、こんなとこでお会いできるなんて光栄ですとかって、なんかおばちゃん一人で喋ってたらさ、先生がさ、そこ何喋ってんですかとか言ったら、おばちゃんがさ、先生この方有名な YouTuber ですとか言って、いやいやちょっとやめてくださいよって、あなた YouTuber なんですかって、どんな YouTube 喋ってるんですかって、いやいやそんな大したことじゃないんです、ちょっと先生授業始めてくださいって言ったんですけども、あなた喋る方なんですかって、まあ喋ると言えば喋りますって、ちょっと前で喋ってちょうだいって言われて、前に出されて喋らされたんです。ビジネスのセミナーなんで、全然ビジネスのセミナーじゃないんですよ。僕の趣味の、あ、趣味の勉強してる、何勉強してるんですか、趣味の。講談。あ、講談、うん、講談師になろうと思って、うん、へで、あのじゃあ喋ってみてくださいって、喋ってみてくださいって言われたから、うん、前で喋ったんですよ。また先生より重く白くしちゃダメですよ。また怒られますよ桜庭さん。先生より面白く喋っちゃう。いやそうしたら先生びっくりされて、うん、あなた筋があるわ、あなた喋る仕事してるのって言われて、いやださっきそうって言ったじゃん。はい、まあそんな感じで、まあ本当にね至るところでなんか最近声かけていただけるってね、まあありがたいから恥ずかしいや。漫談のその勉強してるんですか。漫談じゃない、講談と漫談全然違う。講談って何なんですか。講談っていうのは、うん、まあ強いて言うなら、まあ格好はね落語家と全く区別つかないけれども、はい、落語は笑わせるでしょ、うん、で講談師っていうのは多分、うん、そのね一冊多分違う、小説があるとするよ多分これね、うん、小説先生のこのさ、うん、できないもん勝ちの法則とかこういう本があるじゃないですか、うん、まあこれは小説じゃないけど、例えば一冊の小説、うん、もう長い朝と5時間6時間7時間という小説を一冊全部丸暗記して何も見ずに喋る人、うん、そういうのやりたいんですか桜庭さん。いや僕はね本当にもう清官さんに初めて会った時から、うん、あなたは話し家になった方がいいですよって言われたんですよ、うん、一番初めに。それが残ってるのね。いや別に残ってるわけじゃないんだけども、うん、それで2年前に、うん、僕また別の師匠から、うん、あなた今日から毎日本を朗読しなさいって言われた、って言ったら、うん、やってれば分かるからそこに抑揚をつけて感情を込めて毎日喋りなさいって言われて、ああそうですか、まあ、師匠が言うことなんて意味があるんだろうなと思って2年間毎日本読んだんだよね、声で声出して、うん、そうしたら1ヶ月前にまた別の師匠から、うん、桜庭これを見てみろって言って1本の YouTube が送られてきた、うん、それが神田伯山っていう人のあぜくら十四郎っていう講談だったの、うん、これ見た時体にもう背中に電流走った、うん、なりたいって思った。へえ、神田伯山っていうね、すでに桜庭さんも講談師だから大丈夫だよ。いやあれはもう暗記なんで、暗記しなきゃいけないんですよ全て一冊の小説を。だからこの講談師のストーリーっていうのは1400くらいあるらしいんですよ。でこの神田伯山頭の中に140入ってるっていうからね、お6時間7時間まあ短いやつももちろんありますけども、やっぱその6時間とか7時間っていうのはあの YouTube で神田伯山、神田伯山ってやったらもうそのあぜくら十四郎って素晴らしい物語。桜庭さんはどんな物語を。いやだからその今あぜくら十四郎を覚えてるんですよ。
それ時間どれぐらいかかるんですか？7時間。全部読むのに？全部読むのに7時間。だからそれを聞いてるともうね、情景がありありと思い浮かべるっていうのがすごいんですよ。話を聞いてるだけなのにもかかわらず、本当に一本の映画を見たような、そんな感覚なんですね。映画の紹介すごい上手なんだよ。いやいや、先生にはかなわないですけどね。でも、まあ、天下の翡翠小太郎にはもう足元にも及びませんが。僕映画の説明下手ですよ。あ、そうなんですか。まあ、聞いたことないか分かんないけど。簡単、白山さんの何がおすすめなんですか？あぜくら十四郎でございます。あぜくら十四郎。この物語は非常に素晴らしい話でございましてね。そんなことを、まあ、素晴らしいですよ。勉強、講談勉強しに行ってたんですね。で、じゃあ1ヶ月前からなんでね、うん、最近の話ですから、うん、だからそれを今一生懸命暗記してるんですよね。いや、もうでも2年間朗読してたのね。2年間朗読してましたね。だからまあここに繋がる道だったんでしょうかね。ただ本当僕暗記力がないので、本当暗記できないんですよね。まあ、だから今でもね、毎日毎日少しずつやって、まあちょっとね、初めの方だけいつもね、公演とかでこう喋ったりして、みんなわーとかなって喜んでくれる。ちょっとやってみてほしい。やってほしいですよ。それやってほしいんですか？うん、ちょっと触りようと。しょうがないな。ちょっとだけですよ。ちいちゃんも熱い眼差しで見てますから。あ、じゃあちいやのために喋ろうか。大岡三聖団と呼ばれるものが公爵の世界にございましてね。これはどういうものかと申しますと、皆様ご存知の名奉行大岡越前の神、この方が生涯さばいた中で3人だけどうしても許せない男たちがいたという。一人が徳川天一坊、もう一人が村井長庵、そして今から申し上げます阿是倉重四郎でございます。この大岡という方は非常に寛容な方であったと言われておりますが、この3人に対してだけは非常に厳しい言葉を残しております。いわく、この3人は八つ咲きにしてあまりある3人であった。こんな言葉が残っております。こんな感じですよ。桜庭さんはちょっと素敵に見えてきましたね。いや、だからね、本当にこれ6時間暗記したくてね。いいね。だから本当に暗記が難しいね。もうこの年になってくると、もう暗記の暗記力がないから。ここまででもすごいけど、結構ここまでは、いや、こんなのはだって今の1分ぐらいでしょ、うんうん、結構すぐ暗記できちゃうのこれ。いや、だからこれも毎日毎日ですよ。毎日その才能ってさ。でも音楽聴くようにずっとやっぱり聴くのが基本なんですか？いや、もう聞いて喋って、うん、それの繰り返しですね。だからもうちょっと時間があればやっぱりそれに集中してね、本当に記憶暗記したいなと思うけども。これからこう講演活動をね、まさに中心にやっていこうという田中さんも今日横でね、はい、見てらっしゃいましたけど、なんかちょっとまた異色だと思いますが、こう、こういう変わってますよ ね、 才能がこうどんどん彼の場合は、はいはい、導かれて、コーチによって、ね、まあ、師匠っていう人によって、ね、やっぱなんか出会いとか、はい、あとそれを素直に受け入れてやるっていうのの典型的な成功例。そうですね。桜庭さん、そのいろんなところから講演で呼ばれるじゃないですか、うん、はい、その田中さんもね、今息子さんとのことを通しての講演活動をね、いや、すごいですよね、やっていきたいっていうんで、ね、その講演家としての、話し家としての何か秘訣を、ちょっとやっぱトイレ掃除ですよ。トイレ掃除。なるほど。いや、ね、やっぱりうまくいくかうまくいかないっていうのは本当にビザなんですけど、うん、目に見えない世界の方たちから支援を応援させて、ね、もらえない人って本当にうまくいかないの で、 そうです、ね、うん、やっぱりその目に見えない人たちに応援してもらうためには、やっぱりこう目に人に陰徳ってやつはね、目に見えない場所でやるものなので、それがね、トイレ掃除というのはもう最たるものでございますね。なるほど、なるほど、はい、だからトイレ掃除なんていうのはもう僕の中ではもうマストなんですよね、うん、マストですね、マストですね。だからその開運、いや、まあ、別に素手でねしなきゃいけないなんてルールはないので、別に素手じゃなくても何でもいいんですけども、やっぱり僕の場合トイレ掃除なんでやるかというと、やっぱうっさま明王様に喜んでいただくという、あの場所というのはもううっさま明王様の神社仏閣、あそこも神社仏閣なんですよね。神社仏閣ですね。そうです。だからあそこを守っていただいているうっさま明王様に心地いい空間にさせていただきたいという、だからその人間ってやっぱ大切にしたものからしか大切にしてもらえないので、やっぱあの空間を大切にすることによって、うっさま明王様がお前ありがとうないつもという、こういうやっぱり
ルールになってるわけですから、やっぱり僕はもうトイレ掃除というのは基本なんですよね。そうですよね、はい、だからもうこれは僕の中ではもうマストなので。なるほど。まああんまり最近ねトイレ掃除しなくなりましたけども、うん、でもまた最近ねなんか YouTube で人気あるんでよくトイレの話をね、よく喋りますけどもね。初めて聞く人だって多いもん。やっぱこう翡翠界隈桜庭界隈では、まあ、トイレ掃除ね、田中さんもあのうんこがトイレの人ですよねそういう感じでしょ。やっぱりうんこの人って言われること多いんですか。そう、うんこの人って言われたことはないですね田中さんだけ、うん、田中さんだけ。ただねやっぱり僕もまたね明日から始まるんですけど、やっぱうんこ研究所っていうのをやってましてね、はい、また半年講座がまた明日から始まるんですけど、東京ですか。東京でね、うんを呼ぶとか、これが面白いもんでね、うん、みんなとね、初めうんこっていうと抵抗あるけども、なんかねみんなで電車乗ってると、いや坂野さん今日のうんこすごい良かったですねとか、ね、今日のうんこ本当に良かったですみたいな繰り広げられるっていうこの世界観が素晴らしいなと思いますよね。なるほどね。うん、まあ、今日ちょっと急遽ですね、桜庭さんとの異色のコラボがあって、まあ、このあとね桜庭さんは翡翠さんとまたイベントともコラボされるということですが、まあ、田中さんともねぜひこれをご縁に。そうですね、本当にありがとうございます。呼び合う本当に感じでなっていただきたいと思うんですが、田中さんどうですかね、こんな感じで今日はなんか桜庭さんを読み解いていただくと。いやいや読み解くとかいう以前になんかこうすごいやっぱ頭の回転がもう全然こうレベルが違うなっていうのを感じて、ちょっともう自分ももうちょっとこういろんなところに神経張り巡らせてやっていこうと思いましたし、やっぱ私やっぱりそこまでトイレのことを神様と言葉でなんかこう本読んだら聞くけど、うん、直接こうやって言われると、うん、本当に神様だなってなんか今心を入れ替えようと思いました。神棚とか神社は神様と思って、息子のことも神様とか思ったりしてるんですけど、うん、トイレは思ってなかった、はい、トイレはちょっと思ってなかったですね、うん、一番大切にしてほしいです ね、 そうですね。やっぱり鬱沢明様っていうのはやっぱすごい方なの で、はい、そうですね、やっぱこの方はね本当にこの方にエコひいきされだすとね、人生が本当にすごい加速していくのでね。なるほど、はい、素晴らしい方ですよ。翡翠さん毎日汚してますもんね。私は面白い人いっぱいいますよね、うん、こうやってどんどんこう伝播していく感じがするんですよね最近、うん、人から人にそれぞれのそのエネルギーが交わっていく気がする、うん、一番いつも透明感のある翡翠さんにね最後はねここからの名言ですか。名言をじゃあ、僕も考えるけど田中さんだったらどうまとめるかっていうのを聞いてから、はい、聞きました田中さんだったらどういう今日踏まえての名言はどういう名言だったのかっていうのをちょっとその間に僕も考える、うん、パスからパスで桜庭さんに学べですね本当に。桜庭さんに学べ、はい、ありがとうございます。そこからやっぱ人生はもう一回見つめ直そうかな。私はもう息子から学ぼうとは言う姿勢はずっとあるんですけど、うん、もうそれ以上に桜庭さんかなって今思いましたね。なるほど、桜庭さんから学べっていうね、はい、まあ、そういうところに気が付いてほしかったんだよ今日の趣旨はね。そうなんですよね、うん、だからやっぱ田中さんがそこに気づけたってことはやっぱこう一歩大きなこう成長があるよね。成長ある、ありがとうございます。成長、はい、ありがとうございます、はい、ちなみに桜庭さんだったら今日の話はどうまくそうですね、はい、まあ俺から学べと。いやいや そんな傲慢なね、初めて聞かれた方は相当傲慢な方だと思われるのでね、まあ本当に、まあ、先生はね、まあ、いつもそういう優しい眼差しで僕のことを見てくれますけど、まあ、今日の名言としてはね、そうですね、うん、八つ咲きにしてあまりある翡翠小太郎であったこんな言葉が残っております。もう今日はまとめるならもう僕の中ではこれしかないですね、はい、うんこから始めよう。そうですねあ、名言ありましたよ。あった、はい、あった。イコールマライア、はい、イコールなんですか。あ、キャリーだイコール運べってことね。女神の知恵さん的にはどんな人が一番お気に入り今日は。わ、それは難しいですね。選ぶのなんか角がいろいろ立ちますここで選ぶのが女神です。いいですか。私はですね、やっぱりずっとお会いしたかったので、うん、やっぱりこう桜庭さんがね持ってっちゃいますか。もう実は私も桜庭さんの話を聞いてからずっと家のトイレ手で洗ってるんですよ。そうだったんだ。まあその反応はね来てるけどね。聞きたいことない、最後に聞きたいこと。これからの野望を、そうしたら大王のね、大王の野望。あ、僕ね本当いつも言うけど夢も希望もないんですよ。ただやっぱり講談はやっぱりちょっと
あぜくら十四郎をこの7時間、ね、うん、10年20年かかるかわからないけども、やってみたい、まあ、これをね、うん、マスターしてやっぱりデビューしたいなというのは一つの夢でございますね。いい、素晴らしいですね、うん、しています。翡翠小太郎の名言ラジオセラピーでは皆様からのメッセージ、翡翠さんに聞いてみたいことなど大募集しています。宛先は翡翠小太郎@clovermedia.jp です。それでは今日は大変カオスな収録でございましたが、皆様安咲きにされましたでしょうか。ありがとうございました。バイバイ。このコーナーの提供は喜びの種まきプレシード。愛の折り箱や八坂がお送りしました。かもしれない言葉って魔法だね。夕日が切ない気持ちを包んでゆくような優しい魔法だね。素直に言えなかった。ありがとう、や愛してるを。今日は大切な人に伝えたい言葉に変えて。言葉に変えて